平田百貨店は20世紀前半の朝鮮の慶状で営業していた日本人経営の百貨店である。慶状では三中井、長寺屋、三越、和信と合わせて5大百貨店と呼ばれていた。平田百貨店の創業者、平田知恵人は1908年に慶状に渡り本町一丁目に和洋雑貨と家具の店を開業した。 1915年と1922年に店舗を拡張し、1926年には本町通りに面した木造2階建ての店舗に改装した。売り場面積こそ他の百貨店に比べると小さかったが、本町の入り口に位置した平田は入りやすさが売り物で、日用雑貨や食料品の大量仕入れで安値を売り物にする今日のスーパーに近い業態で営業していた。 1945年の太平洋戦争終戦で、対外資産のすべてを失い、平田百貨店は消滅。1946年2月に、よろずもの店という名前で営業を再開したが、1947年3月の火災で建物は全焼。その後、朝鮮戦争後の混乱の中で、跡地にキャバレー高南として営業を開始したものの、 1959年1月に火事で消失した。1960年にはマイズルコへと名前を変えて同じくキャバレーとして営業を再開した。1967年に極東建設がマイズルコへの敷地を買い取って王子仮閣ビル建設に着手。1969年4月30日に22階建ての王子仮閣ホテルがオープンした。しかし、 1971年12月25日、同ホテル1階のコーヒーショップから出火、ビルが炎上して157名が死亡、そのうち39名が墜落死という大惨事となった。その後改装して、ビクトリアホテルに名称を変更して営業した後、後来王子仮格タワーと解消、オフィスビルとなった。ありがとうございます。